オリベペラルタモロネスは、メキシコトレオン出身のサッカー選手。リーガ MXCD グアダラハラ所属。元メキシコ代表。ポジションはフォワード。3部のアラクラネスで、ドゥランゴ所属時に、CD グアダラハラのオスカルルジェリ監督やモナルカス、モレリアのスカウトの目に留まり、2ヶ月のテスト期間を経て、最終的に、ルーベン・オマルロマの監督が率いるモレリアに入団した。 2003クラウス裏のアメリカ戦の87分にマリオ・ルイスと交代出場しデビューは果たしたが、出場機会に恵まれず2部のクラブレオンへ移籍した。ペラルタはここで10得点を挙げ、チームはリーグ戦で優勝。しかし、プレーオフではドラドスでシナロアに敗退した。2004年 CF ・モンテレへ移籍。加入2試合目となったクルス・アスル戦では70分に、 アレクサンドロ・フェルナンデスとの交代で出場80分に決めたヘディングシュートが一部での初得点となった。2005年はコンカカーフチャンピオンズカップやコパリベルタドーレスといった大陸選手権大会に出場する機会を与えられたが国内リーグ戦は途中出場することも少なくなかった。先発メンバーに定着したのはサントスに移籍してからのことである。 2008年はクリスティアン・ベニテス・やマティアス・スボーソとのレギュラー争いが激しくベンチを温め続けたがハグアレスへレンタルに出されることで再び出場機会を得た2011年にライバルのクリスティアン・ベニテスがクラブアメリカへ移籍以降はセンターフォワードとして固定起用されゴールを量産し続けている2014年5月13日クラブアメリカへの移籍が クラブの公式ホームページ上で発表された。2005年3月9日のアルゼンチン戦で初出場を果たした。その後も、リカルドラ・ボルペ監督から招集を受け、2006 FIFA、ワールドカップの予備登録メンバーに選ばれたが、最終メンバーに残ることはできなかった。2011年8月11日のアメリカ戦で、アンドレス・グアルダードのクロスに合わせて初得点を挙げた。 同年のパンアメリカン大会には全試合出場し、コスタリカ戦のハットトリックを含む6得点を上げ得点王に輝いた。ロンドンオリンピックに出場する U-23 メキシコ代表にオーバーエイジ枠として選ばれ、決勝で2得点を上げるなどを活躍。チームの優勝に貢献した。メキシコは 2014FIFA ワールドカップ北、中米カリブ海予選で4位となり、 ニュージーランドとの大陸間プレイオフに臨んだ。この2試合でペラルタはアウェーでのハットトリックを含む5得点を叩き出し、ブラジル本大会出場の原動力となった。1コパメヒコ、インテルリーガにコンカカーフチャンピオンズリーグ、コパリベルタドーレス。ありがとうございます。